アジゴル灯台は、スタニスラフ道島5島とも称される、直立した平ら構成の高思想局面構造による灯台で、ウクライナのヘルソンから 30km ほどの距離に一致している。高さは211フィートあり、伝統的な灯台としてはウクライナで最も高く、世界でも16番目に高い。この灯台は、ドニエプル川の河口の先にある小島に設けられた。 コンクリート製の三橋の上に建てられており、リバルチェの北およそ2 5トル沖合にある。西北西に位置するスタニスラフ同東マイ島と共に、シルベ島として機能し、ドニエプル川に入る船舶を誘導する役割を担っている。この灯台は、ウラジーメル州ホフによって1910年に設計され、1911年に建設された。一階建ての灯台主の家は、 双曲面構造の内側に建てられている。灯台となっている塔の敷地へは船でしか渡れない。敷地は公開されているが、塔は非公開である。ありがとうございます。